宮古島区気魔町一丁目付近城北公園通りは大阪市内を東西に走る主要地方道の愛称である。名称は沿線にある城北公園に由来する。区間は大阪市北区の豊崎指定目西交差点から旭区の今市交差点までで大阪市道中津大市京線の一部にあたる。全線が片側2車線の4車線道路。全線を 大阪市ティバス34号系統が走っている。その他の系統のバスも走っており、バスの運行の多い通りである。通りの内東側の区間にあたる天神橋八丁目交差点、今市交差点間で、時間指定のバス専用レーンが左車線に設置されている。午前7時から9時は豊崎4丁目方向の左車線の一部区間、午後5時から7時は、 今一方向の左車線の一部区間がバス専用レーンとなる。ただし、朝ラッシュ時の宮古島区気間町二丁目バス停付近ではバス専用レーンを客待ちのタクシーが占領しており、バスがスムーズに運行できないばかりか、渋滞が発生しやすい状況になっている。中宮の付近には大阪工業大学があるため、飲食店などが多い。 平日の夕方は国道1号との合流点である今市交差点を先頭に渋滞が頻発する。また、天神橋八丁目交差点でも渋滞が発生することがある。1969年までは赤川三丁目交差点から今市交差点には大阪市電が走っていた。この大阪市電は赤川三丁目から南に折れ、宮古島本通りを経由して、天六。 大阪駅方面や天間橋、安倍の橋方面に至っていた。赤川三丁目から今市は、大阪市電の中で比較的後期に開通した区間であり、また、大阪市電の中で最後に廃止になった区間でもある。上東貨物線と交差する宮古島区大東町、旭区赤川では2019年春の大阪東線全線開通時に、上北公園通駅が設置された。 JR 西日本は当初この駅の仮称を宮古島駅としていたが、地元住民が設置する駅の場所が大阪メトロの宮古島駅から離れていることや、そのままの駅名だと、その宮古島駅への連絡駅や、と島本通りと誤解される恐れがあるとして、当ページの地名にちなんだ、城北公園通駅に変更するように求める運動をしていた。 そして2018年7月24日に地元住民の要望通り駅名が城北公園通駅に正式に決まった。一豊崎4西交差点では南北に新御道筋本線がオーバーパスしており、千里ニュータウン、新大阪駅方面とのアクセスは不可。高架下の道路のみアクセス化。 二、上北公園前交差点では南北に菅原上北大橋がオーバーパスしているが、上北公園通から直接アクセスすることは不可能。三、今市交差点では、上北公園通りと国道1号可能4交差点方面が鋭角に合流しているため、同交差点での国道1号可能4方面とのアクセスは、不可で、森口、京都方面のみ、アクセス化。 今市交差点の手前の交差点同士を結ぶ道路により国道1号かも4方面とのアクセスが可である。案内標識にもそのように表示されている。2005年の平日24時間交通量。ありがとうございます。